桜餅か羊羹か。もみじじゃないか。人里で見るのは珍しいな。あ、ニトリさん、糖分が欲しくて菓子を買いに来たんですけど、桜餅か羊羹で悩んでしまいましてね。個人的には羊羹が好きだぞ。うん、そうですね、すいません羊羹2つください。せっかくだから家で食べるか、外の日差しが強いからな。いい天気ですよ。春ですし、外でもいい気がしますが。ダメだ、カッパはすぐ干からびて日干しになってしまうからな。そうなんですか？家で食べようぜ。本当ですか？本当だぜ。わかった。望みは何がいい？甘いもの。できれば保存できる方がいいですね。取引成立だ。ついてきてくれ。で、今回は何ですか？第5回目はハンガリーで開発された怪物ライフル、ゲパードライフルシリーズを解説する。今回は初めてのシリーズ解説だ。このライフルのバリエーションはいくつあるんですか？試作モデルが4丁。正式モデルが10種類あるようだ。バリエーションに関しては情報が少なく、異なった情報もあったので、誤っている可能性が高いことを先にご了承していただきたい。時代は冷戦終結が差し掛かりつつあった1987年に遡る。当時、ハンガリー軍では軽装甲車両の破壊や、遠距離狙撃を目的とした怪物ライフルに注目が集まったため、開発が始動した。その前に怪物ライフルについて軽く話そうと思う。怪物ライフルは重機関銃や機関砲で使用される大きい弾薬を、ライフルで発砲可能にした大口径狙撃銃だ。その弾薬の圧力、反動に耐えられるよう設計するため、どうしても巨大になり、重量も多くなってしまうが、逆にその重量によって発砲時の反動が相殺されるため、ズバ抜けた命中精度を誇っている。怪物ライフルの筆頭であるバレット M82 は1982年に開発され、改良型は1986年に開発されている。予想だが、ハンガリーはバレットに影響されて開発したんだろう。なんでバレットを購入しなかったんですか？バレットはアメリカの銃だから購入できなかったのかもしれないな。当時のハンガリーは共産圏であり、ワルシャワ条約機構にも加入していたんだ。バリバリのソ連サイドだったんですね。そんなわけで1987年に設計。その年の12月には 12.7×108mm32 弾を使用した試験が行われた。結果、100メートルで 20mm 鉄板を貫通、600メートルで 17mm 鉄板を貫通したようだ。この試験で使用されたライフルには NSZVT バレルという特殊なバレルを使用していた。このバレルは他のバレルより良い命中精度を叩き出したようだ。まあ、比較対象がハンガリーが使用する SVD だったとしたらそもそもの土台が違うからな。比較対象についてはわからないんですね。一応一部のソースによれば、開発目的の中に SVD より精度が良くならなければならないと記載する情報もあったから、当時共産圏で運用していた SVD と比較したのはあり得る話かと思う。試作モデルは4丁存在した。ゲパード1、ゲパード2、ゲパード3だ。ゲパードとはハンガリー語でチーターという意味らしい。チーター、弾速が速いことが由来ですか？由来はわからなかった。まあ、そんな意味かもしれないな。そして1990年2月に正式モデルであるゲパード M1 が完成する。全長 1580mm、重量 16kg、重心長 1100mm、初速 870m/s となっている。各国の怪物ライフルと比較してみよう。まずは全長だ。まあまあ長いですね。怪物ライフルの中では長い部類だと思われる。次に重量だ。かなり重いですね。長い全長も相まって持ちづらいだろうな。次は重心長だ。一番長いですね。次は初速だ。上が 12.7×99mm だと、下が 12.7×108mm 弾となっている。あれ？なんで同じ弾薬で重心長が短い OSV96 の方が速いんですか？測定方法やライフリング、削薬量などいろいろな理由で変化するからわからないな。セカート2、ゲパード、AW50 はボルトアクション、バレットと OSV96 はセミオートだ。ちなみに 12.7×99mm ナトを使用したゲパード M1 の初速は 900m/s となっている。99mm っていうことは 12.7×108mm 弾の方が速くなるんじゃないんですか？これは 12.7×108mm 弾が低圧で補填されるため、比較的 12.7mm ナトの方が高圧になるようだ。まあ、ほぼ同一なもんだから優劣はつけられるものではないな。そうなんですね。M1 の作動方式は前述した通りボルトアクションで、装弾数は1発のみとなっている。そのため他の怪物ライフルと比較して部品点数が少なく、稼働部品も最小なようだ。
可動部品の少なさと重い重量、長い重心長が合わさることで、怪物ライフルの中でもズバ抜けた命中精度を実現しているようだ。まさにワンショットワンキルですね。1300メートルの距離から5発射撃する試験では、すべてが直径50センチの円内に命中したようだ。そのため人ならば1200メートル、車両ならば2000メートルまで対処できると言われている。まあ、有効射程の数値はどの怪物ライフルも似たような数値だがな。まあ、ほとんどが似たような弾ですもんね。弾薬は前述した通り 12.7×99mm 弾、または 12.7×108mm 弾を使用する。これは同時期にハンガリーが民主化したという背景が影響してるようだ。商用的にも西側の弾の方がよく、商用目的という背景もある。100メートルの距離から、圧炎鋼製装甲板を 30mm 貫通できる。発砲時、反動により6から8ミリ後方に10が移動するようで、この反動を着弾地点とまっすぐ後方に制御しないと精度が低下するようだ。先端には高効率のマズルブレーキが取り付けられ、車種への負担軽減のため、チークピースとバットパッドが取り付けられている。標準は2脚だが、PKM 用の3脚も取り付け可能だ。この銃器には奇妙な要素が一つある。それは装填方法だ。ボルトアクションといったらどういうのを浮かべる？え、レミントンモデル700とかですか？ああ、どういう風に作動させる？握りは右手で左手はフォアエンドを持って、射撃したらボルトハンドルを上げて、引いて、戻しますかね？この銃器の場合、発砲した後、握りを右に回転させる。ん？回転？要するに握りがボルトハンドルであり、撃発機構も兼ね備えているんだ。え、わけがわかりませんよ。右に握りを回転させた後、引くことで廃墟すると同時に握りを取り外す。そして薬室に直接弾を入れ、撃発を備えた握りを横から入れ、元の位置に戻すことで装填完了だ。奇妙だろ？そうですね。あまりにも従来のライフルよりかけ離れた操作だったため、慣れるのに時間がかかったようだ。そりゃあ、そうですよね。操作は難解だが、構造はシンプルだ。形状的には単重心の単発拳銃に近いとさえ言われている。そんな狙撃に特化したゲパード M1 だが、ハンガリー軍は25丁購入したようだ。運用としてはもちろん狙撃兵に配備されることとなる。しかしゲパード M1 はあまりにも重かったため、もし撤退が命じられた際は破棄するしかなかったようだ。ちなみに破壊の際は証拠として握りを持って帰る必要があった。そのため軍では、有効性に欠けていると判断したのか。次期モデルであるゲパード M2 以降、ハンガリー軍による採用例は見られていない。さらに当時は社会主義の長である、ソビエト連邦が解体されたことで、様々な国で軍縮、緩和が始まり、当然怪物ライフルなんてものを売り込める状況ではなかった。そのためゲパード M1 はほぼ採用されなかった。累計生産数は123丁だったらしい。今回はアメリカン同様、不遇は苦難ですね。まあ、M1 は単発だったため軍隊向けよりかは、本質的には、失敗が許されない対テロ部隊の狙撃班向けの銃器だったのかもしれない。ここでついにシリーズ集に入っていくぞ。まずは試作モデル4強だ。最初期は1988年6月に試作されている。溶接や機械加工により、荒々しく製造されたレシーバーとマズルブレーキ。5連装マガジンに重量は 22kg あったようだ。当初は連発にする予定だったんですね。1988年11月、単純化し、単発に変更したモデルが試作される。スタンドには PKM のを使用していたようだ。この銃器からゲパード1という名称が名付けられることとなる。次は1988年12月に試作されたゲパード2だ。こちらでは再びセミオートに変更され、5連装マガジンが取り付けられた。レシーバーは軽合金で構成されていたようだが、重量は変わらず 22kg あったようだ。この銃器から実弾試験が開始されたようで、7倍スコープを搭載し、150メートルの距離から60ミリ交番を射撃するという試験では、2発の射撃により貫通させたようだ。次は最後の試作モデルであるゲパード3だ。1989年2月に試作されたもので、シングルショットへとまた戻された。スコープは日本製の日光 4×12 スコープを搭載している。まさかの日本製ですか？以前のモデル同様のバイポッド、三脚を装着する。そして1990年2月頃に更新され、ゲパード M1 同様のスコープマウントとバイポッド、リアサポートが追加された。そして撃発システムが奇妙になり、安全装置も追加された。ここあたりでハンガリー軍や外国政府が興味を持ち、同月にゲパード M1 が完成する。次は改良型である M1A1 だ。M1 から照準器の改良と重心を長くしたモデルだ。バレルは軽量仕様としたため、質量的には軽量だ。質量的には？重量はさらに増して 21kg と重くなっている。5kg も増したんですね。
1991年7月、陸軍とテロ対策部隊28丁の M1A1 が投入され、試験された。試験中、山頂のゲパードにより1800メートル先を飛行していたヘリの撃墜に成功している。1991年10月には日航スコープからハンガリーで設計されたスコープへと交換された。原因は日航スコープが50口径の反動に耐えられなかったかららしい。最新スコープでは暗視スコープが搭載可能で、試験中1200メートル先にいた敵を射殺している。途中途中出てくる結果報告が生々しいですよ。1991年11月に M1A1 は正式採用され、いくつかの特許を取得している。M1A1 は素早く分解可能で、専用バッグに収納可能だ。この専用バッグはいかなる環境でも固定できる二脚として機能するため、M1 と比較して柔軟対応性が向上している。成功した改良なんですかね？まあ、21kg に膨れ上がったから微妙かもしれない。これ以降のモデルをハンガリー軍は一度も採用していない。そもそもの需要の幅が狭くて採用されなかったのもありそうですよね。時期は戻って1989年4月、試作型がハンガリー軍により試験された際に、ハンガリー軍は2つの単発モデルと2つのセミオートモデルを注文したようだ。あれ？まだゲパード M1 が完成する前ですよね？ああ。実はハンガリー軍は1年前に一度興味を持っていたんだ。しかし同年8月に戦闘ではそのような兵器を使用することはできないとして注文は破棄されてしまった。そんなわけで要望により開発されたセミオートモデル M2 が完成した。M1 より M2 の方が3ヶ月早いんですね。ブルパック方式のセミオートライフルで、M1 同様の日光スコープ、バイポッド、マズルブレーキを備えている。全長は 170mm 短縮、射速は 37m/s 低下している。重量は変わらないんですか？数値上そうだが、弾薬込みなのかなしなのかわからない。M2 は5発、または10発入る。作動方式はバレルが後退するロングリコイル方式を採用している。ロングリコイル方式はいわゆる反動利用方式の一種で、反動利用方式にはもう一つ、ショートリコイル方式が存在する。発砲直後、反動によりバレルとボルトが結合しながら後退し、後退しきった後にバレルだけが前進することで廃墟。そして遅れてボルトが前進することで地弾が薬室に装填される感じだ。利点は反動が軽減しやすく、ガスを使用しないため機関部が汚れにくいが、欠点はバレルの稼働により、連射するほどブレが激しくなり、結果命中精度が悪化するため、発射速度があまり上げられないなどの欠点がある。そのため、現代においてはあまり採用例がない作動方式だ。前述した通り、他の対物ライフルはボルトアクションやセミオートと様々だ。中でもセミオート式の対物ライフルはほぼロングリコイルを採用しているわけではなく、ショートリコイルやショートストローク、直接噴出式と様々なようだ。話を M2 へ戻そう。バレルはロングリコイルにより 100mm 後方へ後退する。毎分20発連射でき、トリガーは15から20ニュートンで作動する。比較としては日本の主要量散弾銃は約 19.6 ニュートンだ。引き金は軽すぎると暴発する危険性があるため、あまり下げすぎない方がいいそうだ。自動拳銃のダブルアクションオンリーも慣れによってですが、暴発が原因で誕生しましたよね。ライフルの場合、本体重量の半分以下が良いと言われている。まあ、ゲパード M2 は従来のライフルに近いトリガー加減となっている。重さと巨大なマズルブレーキにより腰打ちでも射撃可能だ。重心が偏って重心がブレそうですよね。1991年10月には M1A1 同様に、ハンガリー製スコープに変更されている。次は M2 の短縮モデルである M2A1 だ。この画像、一部ソースでは M3 の派生型ではないかと推測されている。え、なんでですか？理由は握りの場所だ。M2 ではマガジンより前に配置されているものの、M2A1 と言われている画像では、後述する M3 のようにマガジン横に配置されている。まあ、これは開発順による形状変更だと考えている。つまり、M2 が開発された後に M3 を開発。その後 M2A1 を開発したのかもしれない。つまり実質的には M3 の後継変更モデルで派生型であり、名称は M2A1 と呼称されていると思う。まあ、M2A1 で仕様が変更されたかもしれないがな。重心長を 1100mm から 830mm まで短縮し、折りたたみ式に脚を備えていたようだ。さらに警察向けとして短縮されたゲパード M2A2 が存在したらしいが、詳しい情報がなく、謎である。次はゲパード M3。通称デストロイヤーだ。名前からしてヤバそうですね。威力が足りないということで、設計者の一人であるフェレンツ氏が1991年12月に開発したモデルだ。M2 をベースに 14.5×114mm 弾に口径変更を施したモデルだ。なんですかその弾は？これは旧ソ連で開発された対戦車用の弾薬だ。
もともとは下の府やデブチャレ不要だったが、後に KPV や ZPU、DTR の非並走にも搭載されている。エネルギーは 29,850 ジュールから 33,250 ジュールと、12.7 ミリの 1.5 倍近いエネルギーを持っている。精度と射程をより確保し、ヘリや APC により有効になったようだ。しかし弾薬の性質上、1000メートルを超えると精度が低下してしまうようだ。そして強力な弾薬のため、より大きなマズルブレーキにバッファーを取り付けたようだ。しかしそれでも強力な反動が車種に負担を強いるため、訓練で慣れる必要があるようだ。ゲパード M1 と比較して初速が106メートル毎秒増加し、重量は6キログラム増量した。M3 はゲパードシリーズの中では一番人気となっている。次は M2 の改良型である M4 だ。ブルパック方式をやめ、通常へと変更されている。遠距離でも十分な精度を保持するため、機関部の大型化を施すことで反動を減少させた。機関部は軽合金だが、より強度は強化された。重傷は折りたたみ可能だ。M2 と比較して全長は40ミリ長くなり、重量は 1kg 多くなった。重心長は200ミリ短縮している。装弾数は5プラス1発だ。重心交換が容易で、交換することで両方の 12.7 ミリ弾に対応できる。なんか、形状も一般的になりましたね。次に M2 をボルトアクション化したモデル。M5 だ。M2 から 3kg ほど軽量化し、装弾数は5プラス1発となっている。次は M6 だ。M4 を 14.5 ミリ弾に口径変更を施したモデルだ。より頑丈になり、カーボンの採用により軽量化、短縮、さらに改良スコープを搭載している。最後に GM6 リンクスだ。リンクスは青山猫という意味である。これはゲームで見たときありますよ。M2 から改良されたモデルで、爆弾特攻車両や VIP 警護など、特殊な状況での運用を想定して開発された最新モデルだ。全長1126ミリ。同様にロングリコイル方式で、重心が後退した状態での運搬が可能なため、従来の対物ライフルより短いサイズで運搬できる。装填済みの重さで 13kg。カーボンの採用により軽量で立射も可能で、2秒26連射もできるようだ。型に接触する部分には反動吸収パッドが取り付けられている。装弾数は5、または10発。カラーもブラックと FDE の2種があり、ピカティニーレールももちろん搭載されている。全体的に M2 とは比べられないほど近代化されてますね。お値段は14,500ドル。注文次第オーダーメイドで製造されるようだ。だいたい、ノリンコ SKS が29兆買えるな。まあ、そのくらいしますよね。最後にハンガリー以外での採用国と打足を話していこう。まずはトルコやノルウェーなどのヨーロッパ諸国は M3 を輸入しているようだ。その他、カナダ、マリなどでも採用されている。インドの特殊部隊ではゲパード GM6 を採用している。最後の最後に打足だ。まずゲパード M1 で採用されたあの奇妙な装填方法だが、実は元となった銃器が存在するんだ。え、あれの元が存在するんですか？ウィンチェスター社が開発した対戦車ライフル、パグ3だ。当時は第一次世界大戦の真っ最中で、戦車を貫通できる対戦車ライフルが求められたが、開発途中で終戦してしまい、完成前に打ち切りとなってしまった。アメリカ製の対戦車ライフルなんてあったんですね。他にも第二次世界大戦中、試作されていた対戦車ライフルは存在したようだ。2008年にゲパードライフルを参考にゼープ狙撃銃が開発されている。ボルトアクション式のプルパップライフルで、弾薬は 7.62mm ナトウ、7.62×54mm リム土弾を使用する。ハンガリー軍に少数が採用され、SVD から代替したようだ。次はゲパードという、イズマッシャで試作された PDW が存在する。380ACP 弾から 9×30mm 弾まで、様々な口径モデルがあったようだ。最後だ。クロアチアはゲパードを無断でコピーしたようだ。なんでその情報が最後に回ってくるんですか？本当の最後にまとめだ。長距離狙撃対物ライフルとして設計されたゲパード M1 は、命中全振りに仕上げ、戦場で猛威を振るったものの、時代の波によって不発になってしまいましたが、その後様々なバリエーションが登場し、M3 を中心に採用され始め、最新のライフルでは対物ライフルの先進を行く機体の銃器となったのでした。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。また見てくれ。報酬を受け取ってくれ。キノコの山？いいか、絶対に人に見せるなよ。